第41回全日本大学女子駅伝10月29日宮城仙台6区間 38.0km10 月29日に開催される第41回全日本大学女子駅伝の開会式と前日会見が28日に行われた全日本大学女子駅伝の区間エントリーをチェック会見に参加したのは前回1から8位を占めた名城大の米田克郎監督 立命大の杉村健一監督、大阪学大の広純一監督、大東大の外園隆監督、拓大の五十嵐利治監督、日体大の佐藤陽平監督、城西大の赤羽周平監督、寛大の武田夏実監督の8名、それぞれ大会にかける意気込みや目標などを述べた。前回3年ぶりのトップ3となる2位に入った立命大の杉村監督は、 今回の目標は優勝です、と力強く言い切った。一区に起用したエースでキャプテンの村松とを、3年、が前に出て流れに乗る展開になればいいですし、後半区間にも自信のある選手を揃えているので、後半の勝負に持ち込めれば、と語り、8年ぶり11回目の頂点を見据えている。15年連続30回目と節目の出場を迎えた大阪学大は、挑戦、をスローガンに、打倒。 演じ、名城大のチームカラー、で一年間頑張ってきた、とこう監督。僕の名が長々里を、三年、までは経験があるので、そこまでにどれだけ貯金を作れるか。そして、全国大会初出場の山中ほのか、四年、がどれだけ粘れるかが鍵、と話し、過去最高順位となる2位以上を目指す。今期はトラックシーズンで存在感を示し、 9月の関東大学女子駅伝を7年ぶりに制した大東大。5区のサラワンジルや6区の野田マリナなど、6区間で5人の1年生を起用する大胆なオーダーで決戦に挑む。他ぞの監督は、1年生はみんな度胸があって、大東文化大学で優勝したいと入学してきてくれた。可能な限り、真っ向勝負で臨みたい、と強気な姿勢だ。悲願の初優勝を果たし、 大学創立100周年に花を添えられるか。前回5位の宅大、五十嵐監督は、今大会は順位にこだわらず、自分たちが今出せる力をしっかり発揮することを目標として戦います、と語った。2年前に5区で28分0秒という驚異的な区間新記録を打ち立て、前回も区間賞に輝いたエースのフワクロスライ、3年、がコンディションが整わずにエントリー漏れ。それでも、今、 チームで一番調子が良い実力者という2区の岩崎町子。1年や3年連続4区を担う門脇なお。3年、だが、クロス期に頼らずにシード権を取ろう、とチームが一丸になっている。昨年は優勝候補に挙げられながら、調整がうまくいかず、ベストなオーダーを組めなかった日体大。その反省を生かし、9月から慎重に調整してきた、と話す佐藤監督は、 組組みたたたいいととと思っていたオーダーダををむことができたと自信を覗かせる流れを作るという意味で重要視しているという一句の穂坂春子4年や5 0 0 0メートルで15分31秒39を持ち8月のワールドユニバーシティ・ゲームズ銅メダル日本インカレ優勝などの実績がある僕山崎理沙3年を軸に3年ぶりとなる3位を目標に掲げた。 資金3大会でいずれも7位の上最大は5位がターゲット。2年生首相の金子ひなたを中心に今年度は部員数が13人と少ないが就任6年目の赤羽監督はこれまでで一番良い雰囲気で明日の大会を迎えられる。ライバル大学は強力ですが目標を達成して笑顔で締めくくりたいと選手たちに大きな期待を寄せる。前回8位の寛大は 選手たちが各自で設定した3段階の目標タイムをもとに、普通目標3位、チャレンジ目標2位、絶対に死守したい目標は4位ということで1年間やってきた、と武田監督は話す。鍵を握る区間として、1区、3区、5区を挙げるが、故障で離脱していたエースの磯野美空、4年が復帰したのは大きい。